いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、 僕はネズミことイビキンです。今回はキャデラック XT6 の試乗編をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。キャデラック XT6 エンジンは V 型6気筒 DOHC です。総排気量3649cc となっています。最高出力が 314ps となっています。トランスミッション急速 AT です。駆動方式は前輪駆動となっています。サイズが全長 5060mm、 全幅 1960mm、 全高 1775mm となっています。室内はクラス最大級のスペースを備えた3列6名分のゆったりとしたシートアレンジとなっています。そしてすべてのシートがラグジュアリークラスとなっています。 XT6 には BOSE のサラウンドシステムが備わっています。14コマのスピーカーを効率的に室内に配置し、すべての乗員が楽しめる豊かでリアルな音響空間を生み出すとともに、音波を発生して不快なノイズを打ち消す BOSE アクティブノイズキャンセラーシステムも標準装備で備えています。そのため優れた静寂性をさらに向上させています。これが XT6 の車内の静けさです。 BOSE のアクティブノイズキャンセレーションシステムによってほとんど車外の音が打ち消されています。この 3.6 リッターの V6 型のエンジンがこの大きな車体をいとも簡単に動かしてくれます。そしてキャデラック車すべてに対して言えるのは、先進技術の最新の安全装備が備わっていることです。ホイールをできる限りボディの四隅に配置することで安定性を確保した XT6 はまさしく引き締まった無駄のない筋肉を持つアスリートのようなスタイルを備えています。セーフティに関しては XT6 はインテリジェントマトリックス LED ライトシステムを採用した最先端のアダプティブヘッドライトシステムを採用しています。片側14個の LED ライトが車速ステアリングの角度によってセンサーがカメラが検知した周囲の情報に応じて対向車あるいは前照車を眩しくしないように LED の発光を個別に制御するものです。夜間走行がこれまでになく快適に安心になるものです。その他の安全装置はレーンキープアシスト、フロント歩行者対応ブレーキ、アダプティブクルーズコントロール、フォワードコリジョンアラート、これは前方の交通状況をモニターし衝突の危険性を察知すると警告を発します。リアクロストラフィックアラート、これは駐車スペースからバックで車を出す際後方を横切る車の存在をレーダーで感知しドライバーにお知らせします。サイドブラインドゾーンアラート、これは車線変更時の安全性を高める機能です。リアビューカメラ、レインセンスワイパー、セーフティアラートドライバーシート、これはキャデラックが特許を持つ革新的なセーフティシステムです。センサーが危険を感知するとシートクッションの左右に内蔵したバイブレーターが振動でドライバーに警告してくれます。状況に応じてシートの左右それぞれまたは両方同時に振動するので危険が迫る方法を感覚的に認識できます。エマージェンシーブレーキシステム、危険を感知し自動的にブレーキをかけて衝撃の回避を図ります。新世代サラウンドビジョン、これは安全な駐車をアシストするシステムです。オートマチックパーキングアシスト、駐車可能なスペースをスキャンしドライバーはシフト操作のみで駐車が可能です。いつでもどこにでもどこまでも安心して走ることができるキャデラック XT6、
ゆとりある快適な室内、そして最先端な安全装備に支えられています。100年以上にわたってラグジュアリーカーの本質を追求し続けてきたキャデラックの伝統と SUV 作りの豊富な研究が余すことなく生かされています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。